どうも、ヘイテンくんです。ヘイテンくんツアー in 玉三郎ということでね、今回は、新潟県内で展開されている玉三郎さんのうちのね、5店舗回っちゃおうということで、4店舗目こちら、新潟県新潟市中央区にございます玉三郎堀の内店さんに来てます。ということでね、日も落ちてだいぶ気温も下がってきたんですけどね、ここまでの成績が1勝2敗ということでね、気温は落ち込んでるけど勝率はね上がっていくように頑張っていきたいと思います。ということで、この回から見てる方のために簡単にね、ヘイテンくんツアーの、内容を説明させていただきます。ヘイテンくんが負けるとなんと罰ゲームが待っております。はい、1だキーンってなって、キーンって痛い負けましたね。で、これ振って1が出るとスポちゃん、2が出ると一緒、3が出るとズワッと、4が出ると風船、5が出ると回線、6が出ると回避、以上となっております。でもね、もう前回ね、ようやく罰ゲーム回避できたんでね、おお、なんだ回避できたんでね、もうあの罰ゲーム食らわないようにね、もういろんなものをね、こう回避して、こう雪ながら、危ないって危ないって言うけど、危ないって早速行ってみたいと思います。えいえい、入店やってきました、玉三郎堀の内店さん。早速店内データを見に行きましょう。おお、ガロもあるし、バジリスクもあるし、ミリオンゴッドもあればねえ、秘宝でもあります。鬼武者とかね、残してるね。あとエウレカセブンとかドラゴン花花、あ、すいませんね、データ見るとですね、なんかすげえな、33-24、40-28とかね、35-28、前日は21-23、44-26と、なんかすごいことになってんな、うん、ドラゴン花花、いいんじゃない、うん、すごいね、ボスのにもガロ入ってたんですけど、こちらにもちゃんとね、ガロがドドンと入っております。もちろんね、バイオハザード5も入っております。そろそろやっぱりここいらで収支をね、上げていかないといけないね。やっぱ必殺技というか、やっぱ禁断の大きそろ打っちゃうかね。なんか多分グラフ的にはこんな感じだと思う。勢いがある、うん、21でしょ、約130、うん、何分の1ですよ。こいつで行ってみたいと思います。えい、はい、ということでね、ヘイテンくん4店舗目、こちら堀之内店さんで選んだ台は、ついにね3000国旗系来ました、パイオニアさんのドラゴン花花ということで、ね、スタート。はい、こういうとこかな。さっきまであとね、タイマーどっか行っちゃったんだよね。頼ます。おさわりパッチャス、残念。ベースね。おー、来た。ほら、早い。やったね。やっちゃった。思わず反応しちゃった。はい。ああ、負けたんだね。もう一回光れば勝てんじゃない？
はい、ということで、何枚ぐらいかな、まあちょっと多い、うん、ということでね、ゲットしたんで引き続きこいつを光らしたいと思いますよ。H グラムレンジャーチャス、だねー、やばい、レギュラー中の打ち方があったなんて知らんかった。損した。それでちょっと獲得枚数足んなかったらやだな。ででれ、本当にね、平田くんのレギュラー確率半端ないね。人間設定でしょうな、その辺は。レギュラーでも勝てると思う、これやばい、どうした、頼むよ、頼む、光ってくれ、やばい、残り30秒、あ、残り1分切った、どうした、あー、負けてしまうの、ペースね、来い、あー、あ、終わっちゃった、待て、ラストチャンス、残念、ね、あー、テンパんない、あー、待て、残念、じゃじゃら、39枚ないね、今回の結果39枚、無念、負けちゃった、無念無念。はい、実戦終了、実戦終了。ということで、こちら4店舗目、玉三郎堀之内店さんで実戦した機種はパイオニアさんのドラゴン花花を打ちまして、投資枚数が50枚の獲得枚数が39枚ということでマイナス11枚です。胸速攻ね、ビガーっていかったのにね、バケなんだねということで、いやでもね、バケなんだねというより、速攻で光ったんだからね、もう一回ぐらいね光らせない、俺が悪いということね、もう一回光ればね、もうバケでも間違いなく勝ちだったんでね、そこを光らせられない俺のね細さということで勘弁してください。ということで、ね、今回撮影に協力していただいた玉三郎堀之内店さんの宣伝をちょっとだけ、この動画が配信されている頃にはですね、オス番長をね、なんと増大するという、なぜオス番長なのか、それは皆さん察していただいてね、あとね、エヴァンゲリオンね、 ART とかもうこちらもね、店長が入れちゃうよって言ってたんでね、ぜひそちらの、詳細ですね、PR のまたはねメール会になって情報をゲットしてね、こちら玉三郎堀之内店に、ね、来ちゃってください。でもね、平田君的にはですよ、やっぱ今日ぐらっと回ってね、前日前々日ね、よかったドラゴン花々がすごい気になるんでね、まあドラゴン花々もいいんじゃないでしょうかということでね、ぜひね ART 機、あとはねノーマルタイプのドラゴン花々をね、こちら玉三郎堀之内店さんへうちに来ちゃってください。ということで、平田くんは負けたので罰ゲームです。えいえい。USF 運命のサイコロ振っていきたいと思います。おりゃー、2番雪シャワー。はい、それでは早速雪シャワー、行ってみたいと思います。でもね、雪シャワーってなんだろうね、うわ